おはようございます、リコー TV です。これは我慢できなかった、買ってしまった。ダウズスイマーのソルトカラーっていうのが釣り具屋さんに並んでいてですね、間もなくね、もう開幕してんのかな、間もなくなのかな、この白パターンっていうね、ビッグベイトが大活躍する釣りのパターンっていうのがあるんですよ。で、まあ、ダウズスイマーですね、あの畑さんが作ったジャッカルの、まあ、名作ビッグベイトっていうことでいいと思うんですけど、当初ねブラックバス用っていうことで、ブラックバス用のカラーがラインナップされていたんですが、あのすごい動画ありましたよね。もうこのダウズスイマーが海で投げて、巨大なシーバスがボッコンボッコンね、ひたすらバイトする、あの動画を見て、あ欲しいなと思った時にはもう時すでに遅し、全然もう釣り具屋さんに並んでなくてですね。で、自分のよく行くですねチャーターボート屋さんなんか、あれダウズスイマーめちゃくちゃ釣れるよ、ただね結構派手なカラーがいいんだね、ナチュラル系じゃなくて派手なカラーがめちゃくちゃ効くよって聞いて、派手なカラー探したらもうね市場には一切なくて、そして満を持してこの白っぽいカラーですね、こういったソルトカラー仕様になって、出てきたっていうことでですね、でまあどうせ人気で買えないだろうなんていうふうに思っていたら、釣り具屋さんにですねちょうど入荷したばっかりで、これがねピンクバッグみたいなカラーなんですけども、この他にクローム系のこの白のボディにチャートバッグ、黄色いね背中のものと、あとね黄色い背中で側面がちょっとパールっぽい感じのね、でやはりねこの白カラーに塗られたもの、このね3色が売っていて、あーどうしよう、ピンクバッグっていうことでですね、これカラーがダウズスイマー 220SF ピンクストライクこの白イワシっていうね、もうねこの白だしイワシだしみたいなね、とんでもないカラーなんですよね。これね初めて買ってみたんですけども、価格は4980円でね店頭に並んでましたよ。まあ220っていうことで、こう手のひらからね箱がはみ出すぐらい大きなサイズなんですけども、まあブラックバスでも使えそうだななんていうふうに思って、でもねあのメインはちょっとこっからねしばらく続くこの白パターンでぜひ投げてみたいなって思って、まあこのサイズ感のルアーだとジョインテッドクローマグナムとかね、そういったサイズと近いかと思うんですが、あまあねジョイクローマグナムもねよく釣れるんですけども、それとはちょっと違った感じのねあの動きとかね、あ誘い出しで使えないかなと思ってね一箱買ってみました。じゃあね早速どんな感じなのかね見ていきたいと思います。裏にはあすごいね細かい説明書きがいっぱい書いてあって、箱はねこんな感じのね箱でございます。ジャッカルじゃあね早速ダウズスイマーね 220SF 開けていきたいと思います。うお、いやーもうねこの白パターンの困るのはね、こういうでっかいルアーがねめちゃくちゃ効く釣りだから、あのルアー代がかかるね、あのね高いね、5000円近く一発かかっちゃうから、でもね1年に1回のお楽しみなんで、おこんな感じのパッケージに入っていて、あ、はい、スペアテールがねまずね入ってます。そんでもって針がボディ傷つけないようにしっかりと、そうか裏がこんな感じになってますね。さらにセロテープで止まってたりするので、それを解除して、ほんとね去年ねダウズスイマーの動画が出て、あれ欲しいなと思ったらねほんと買えなくなっちゃってね、でまあチャンスがあれば1個欲しいなと思ったけど、いよいよねあのこの白カラーが登場ということで、返しがしっかりとかかっておいて、はい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 出てきました。でこの尻尾を出して、あ、は
い、出てきましたよ、ダウズスイマー。ギラリーンとしたこの感じ、あー、頭の方がね、こう黒くて後ろの方がピンクが入ってるんですね。で、名前がダウズスイマーって入っていて、三連ジョイントなのがやっぱり目を引きますね。で、三連ジョイントが自分ちょっと苦手なんですよね。二連ジョイントのものはね、結構使うんですけども、この三連、こういったボディのものでね、あんまりうまく使いこなせなくて、今までちょっと敬遠していたんですけども、パッケージの外から見てね、この三連といっても、ここのね、ジョイント部は結構可動域がね、あるんですけども、後ろが、そうでもないな。ね。この組み合わせがいいなと思って、まあ、なんですかね。ジョイクロみたいな感じのほぼ2連なんだけど微妙に3連っていう、この曲がりのね、感じが、ちょっと自分の使い方なんかにも使いやすいんじゃないかなと思って、で、目を引くヒレが、ついてますね。で、ここもこういう感じの、ヒレがついていて、で、大型魚をね、釣った時に嬉しい。はい。愛がね、スイベルになってるんですね。結構ね、巨大な魚がこう、頭をね、ヘッドシェイクする時に、テコの原理みたいになって、ブリーンってね、外れちゃいがち。かなぁなんて思うんですけど、そういったのを軽減できるように、もうかけた魚バラさないぞ。前も後ろもですね、こういった感じで稼働するんですね。最近のね、こういった大型ルアーでこのギミック多くなってきましたね。このダウズスイマーにも採用されているっていうことで、もしかしたら来るであろうメモリアルフィッシュですね、これを逃さないぞっていう、こういった仕様なんですね。で、テールがこんな感じ、非常に薄くて、で、張りのあるね、ここら辺もね、ちょっとね、やっぱジョイクロとかとはまたちょっと違った感じだなって。この不敵なこの顔周り、あー、綺麗でかっこいいですね。こんな感じの上のパーツね。で、2連目で、3連目、こういった感じのルアーなんですね。でね、まあ5000円前後で買えるっていうことで、ほぼね、これジョイクロマグナムと同じサイズかと思うんですけど、結構やっぱジョイクロマグナムはね、元祖 S 字系っていうことで、この手のサイズを買おうとすると結構ね、値段がもう数千円高くなるかと思いますので、それより、まあちょっとね、安くなってるのかな、買いやすいのかな、なんていうところもね、いいんじゃないかな、なんて思いましたけども。で、裏にギミックについての説明がいろいろ書いてあるので、まず見ていきますけども、S 字で寄せてダートで食わすダウズスイマー 220SF っていうことで、S 字系ビッグベイトを使う上で、最も重要な点だと開発者の畑拓馬は語ります。それらの動作を極めて優秀にこなす S 字系ビッグベイトこそダウズスイマーですということで、三連ボディが描く極めてナチュラルな S 字軌道、大きなボディで滑らかに S を描く波動が抜群の就業力を見せます。バイトチャンスを演出するキレのある左右へのダート、驚異的な安定性を見せる左右へのダート性能、安定したダート性能は千宮一宮のバイトチャンスも逃さないためのアドバンテージですということで、各パーツを見ていくと、まずね、ここの愛の部分にね、シンカー装着可能な顎下愛がありますね。スローフローティング設計のダウズスイマーですが、沈めて一段深いレンジを探りたいときにお好みのシンカーを装着いただけます。ここのね、下に愛がついているということで、まあここね、さっき説明しましたけども、ファイト時のバレを防ぐ、スイベルラインアイということで、ヘッドシェイクやエラー洗いでのバレを防ぎますということで、あとここもね、説明書いてありますね。可動域の異なる連結部分ということで、ボディ前方の可動域は広く、後方の可動域は狭く設計、
よどみない S 字軌道を繰り出すためのこだわりの設計ですっていうことで、でエラストマー製テール、スペアテール付きっていうことで、ここですね、より生きているベイトフィッシュっぽく見せるためのエラストマー製テール、泳ぎの安定性を出すための整流板の役割も担います。エラストマー製テールは変形または色移りの恐れがございますため、付属のテール保護用カバーを装着の上保管いただきますようお願いいたします。水分がついたまま保管はエラストマー素材を劣化させる恐れがありますので、水分をよく拭き取ってからの保管いただきますようにます、みたいなことがこの後ろにいっぱい書いてありまして、ダブスよってことで、スペアテールもついてるしね、こんな感じのルアーなんですね。でね、今年バージョンのね、あのこの白パターンの動画なんかも上がってましたよね。もうね、あ、こんなところでこれで釣れるんだってね、すごいめちゃくちゃ面白いルアーで、いつもね仕事でね、あの海域通ったりしてるんですけども、あー、そういえばね、あの夜は釣りしたことあるけど昼なんか釣りしたことないなーなんて思ってね、あのサプライズさんの船で、いい釣りしてる動画が、上がってましたんでね、あれみんな見たかと思うんですけども、でもね、なんといってもね、あの去年の動画なんかすごかったですね。あれ飛行場のそばで、あ、ボコボコに釣ってる動画ね、あれ実はね、自分も結構ね似たエリアでね釣りすることが多くて、でそこでね、あのこの城がいっぱい群れてきたらこういった大きなルアー、投げるんですけども、まあね、そんな時にねちょっといろんな種類のルアー試してみているんですが、このね今年からダウズスイマーもね一つ買うことができたので、仲間に加えてね、畑さんの動画みたいにね、うわ来たって追ってきたとか、あ、食いついたとかね、今年バージョンの動画のね、あのこれをねギラーンってやったしたこの瞬間にもうバコーってね食いつくね、ああいう映像、あれはすげえなーってね、あー超かっこいい映像だなーなんて思って見てましたけども、自分もねあの動画を参考にちょっとねこのね、まあ 220SF ってね結構大きなサイズなんで、でどうかな、ちょっとね一匹なんとか今年中にね釣ってみたいななんて思ってね、足しげく釣り場に通おうなんて思ってますけどね、あ、じゃあね、あとね重さの方も測っておきたいと思いますね。これあのオンス表示で書いてあるから、実際にはねどんぐらいの重さなのかっていうので、ちょっとじゃあダウズスイマー 220SF は何グラムでしょうか。あ、大きさの割にね 102g っていうことで、まあどうですかね、3オンスとか5オンスショエルサオとかであれば、バッチリ使いやすいんじゃないかな。自分のサオだと結構ね5オンスまでショエル用とかそういったサオが多いので、あとまあ 150g ぐらいまでどうですかね、ショエルサオとかそういったサオで使ったらいいのかな、どうなのかな。まあ、サオの方はねいろんなサオでね試してみて、使っていこうかななんて思うんですけども、まあよく曲がる竿がいいとは思うんですが、こういったねごつい針をかけるためにある程度のねやっぱり針も確保してた方がいいのかななんていうふうに思いますんで、まあちょっとブラックバス、シーバス問わずね、いろんな、まあこういうのが効きそうだなっていう場面でね、投げ込んでいきたいと思います。何にしてもね、動画であのダウザーことね畑さんがねめちゃくちゃねいい釣りしてる動画いっぱいね見ることできますんで、そこら辺で、あ、これの使い方とか勉強してですね、久しぶりにジャッカルのビッグベイト買ったなぁなんていうふうに思いますんでね、綺麗なルアーだと思います。まあ何にしても、一つ買うことができたんで、早速ね釣り場に持っていこうなんていうふうに計画しておりますので、引き続きですね釣り子 TV の方もよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、人気のですねジャッカルダウズスイマーに、ソルトカラーが加わったよということで、このねこの白っぽいカラー、これを一つ買ってきてみたい、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。